キチャンネル。ちょこんにちは。さあトレードに出してあげた方がいい選手、はい、今日はですね、うん、西武ライオンズです、はい、今何ゲーム差、首位と、9、11、13、23.5 です。はい、ほぼソフトバンクと西武の勝敗差が逆です。はい、41勝19敗と19勝44敗、うん、3位までが 14.5 ゲーム差、はい、交流戦前借金15で入って、うん、借金が10増えて25になってます。はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、正直してもほぼ意味ない、うん、正直そうです、やっぱね、やっぱトレードは、うん、今これがもしメジャーだったのよ、うん、西武っていう球団は、はい、もう売り手に回んねん、うんうん、買い手じゃなくて、はい、もうどんどんいいの出しますよみたいな、うん、その代わり若手の有望株と、うん、あのドラフト権くださいねみたいなところになるから、はい、うん、まあ、正直西武は、ね、結構メディアではトレードに動くんちゃうかとかって言ってますけども、はい、理屈上考えると、うん、トレード意味あるかなっていう、うん、それよりももう思い切って、まあ、正直ね、うん、もう消化ゲームなのよ。ちょっと5位との差もすごいついちゃってますしね、うん、正直ね、うん、だからもう来年に向けて、うん、その若手をもう積極的起用、はい、だからもう特化引っかいするんじゃなくて、うん、もうまあ全員とは言わないけども、やっぱ期待を込めてる選手はもう使い続ける、うん、っていうところでもう積極的起用で来季以降に向けてチームの強化に進めていくのがチーム内競争を激化させて、はい、が一番俺はもうライオンズを再建するためには今しなきゃいけないところだと思うから、うん、そんなやけ石の水状態でトレードを取ってきても正直意味ないと思うんだけども、はい、強いてやるなら、強いてやるとするなら、うん、強いてやるとするなら、うん、はい、まず、野手は、はい、こちらです、うん、若林学徒。おお、はい、岡林選手、でもやっぱあれじゃないですか、西武って今外野も誰が出るかっていうところもちゃんとこう定まってないじゃないですか。そうそうそう、そんな中で若林選手ですか、うん、5月21日に出て最後、うん、1軍には出てません。はい、で2軍で、打率3割1分1厘です。お、2軍で3割以上のノルマを達成している中で、はい、1軍ではなかなか結果を結びつけれない。はい、で現状今の一軍でいうと外野は蛭間、うん、ね、まあ、そして鈴木翔平も上がってきたし、うん、で岸ね、うん、とかで、あと育成から入ってきた奥村とか、うん、ね、でまあ、金子がね頑張ったりとかってしてますけども、はい、まあ、なかなか順番的にね、うん、っていうところもあるし、いい選手出さないと、はい、いい選手取れないから、うん、だから出す必要の最初も言ったようにとりあえずする必要ないよ、うん、C で言うなら、うん、野手バーって見渡したけど、いい選手を取れて、まあ最悪出すのもありかって思うの、うん、若林しかおらへんね、うん、正直、はい、若林だったらいい欲しいところいっぱいあると思うんだよ、うん、でいい選手も取れると思うから、はい、まあ、それに見合った選手を出さなきゃいけなくて、うん、今の編成上を見ると、うん、まあ、若林選手ぐらい出さないと、うん、なかなか難しいんちゃうかっていうところもあるし、うん、いい選手だから、はい、でもそれで一軍で使わないんだったら、うん、俺はチャンスあるんちゃうかっていうね、うんうん、そうですね、うん、一時期すごいね大ブレイクしましたね。怪我が痛かったね、うん、本当にね、あれ怪我なかったら盗塁王 100% 取れてるよな、はい、うんうん、続いてピッチャー、はい、でも野手一人ですかね、野手もう高橋さん打てへんチームから、はい、そんな出せるやついないそうですね、まあ、まあ、固まってないんだから、どれ、はい、そうそう、誰がスタメンって決まってないですよね、あ、うん、あの全員使ってんだから、はい、逆に使うほど使ってんだから、はい、だからもう一人に探すの大変だったよ、はい、見合う線いい選手で出しても最悪よくて、うん、いい選手取れるってやったらもう若林君しかない、うん、はい、続いてピッチャー、ね、はい、こちらです、はい、与座海人、与座投手、まあ、ぶっちゃけ先発、うん、この交流戦は6連戦が3日続く、3週続くから必ず6人いるから、うん、その投げてたところもあると思うんだよね、はい、最近投げたのは阪神戦ね、うん、っていうところもあると思うけども、まあ、今平がね離脱してるっていうところもあるけども、うん、まあ、先発のローテーションでいうと、まあ、渡辺も投げてたり、うん、で高橋光成勝てないけど、で隅田、うん、ね、でまあ、竹内もまた戻ってくるっていうところもあるし、はい、で今井、うん、っ
ってなってくると、まあ谷間とか6番目以降とかになっちゃうから、うん、まあ、そこまで別に先発もねいないいない状態じゃないじゃん、うん、で青山君も先発もしてたし、はい、であともう高橋か、うん、もういるから ね、はい、だからまあ今ちょっとね、うん、アンダースロー人気がちょっと高まってきてるから、うん、高橋レイのジャイアンツとかもそうだけど、そうですね、だからまあ今ね、うん、出しとけば逆にいい選手取れるんちゃうかっていうところ で、 そうです、ね、順番的なことも考えて、うん、出すなら与座かなっていう、うん、先発はまあ人的にはいるんですもんね、やっぱセーブってね、そう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 いるからね、うん、だからそういった意味では、まあ、ワンチャン与座を出したらいい選手取れるんじゃないのかっていうね、はい、うんうん、ところと、続いてがこちらです、はい、浜井翔太、はい、はい、25歳早生まれ、今年26歳、うん、ね、2軍では防御率 2.05、はい、3勝1敗、うん、10試合投げてます、9試合先発、うん、はい、こんなに頑張ってるじゃん、うん、こんなに頑張ってるけども1軍で投げたのは5月10日の、2回3分の1、4失点、うん、自責点3、1試合のみで、うん、しかも左ってなってくると今の1軍の左ピッチャーでいうと先発は、うん、竹内、はい、隅田、うん、いるわけじゃん、うん、なかなかチャンス、そうですね、回ってこないよね、うん、でリーフ今ヤンとかもね、はい、上がってきたりとかもしてるし、うん、で佐藤もね左結構いるもんな、いるし、うん、ってなってくると、はい、チャンスがなかなかないね。あと肌とかも一軍で投げたりもね、そうですね、うん、してるから、うん、順番的にチャンスがないから、うん、そういった意味では今ね、2軍でしっかり結果残してるっていうことを考えれば、うん、ね、余ってるところを出す、ね、うん、年齢的にもまだまだこれからいけるし、そうそうそう、しかも左だしっていうところでね、うん、いい野手、はい、取れるんちゃうかっていうところで、うんうん、まあ俺は出すのはありかなっていうね、うん、そうですね、うん、続いてがピッチャー意外といますね。いやピッチャーは、うん、今年西武ねピッチャーいい言われながら防御率とかめちゃくちゃ悪くなってきてるから、うん、まあ、高橋光成が勝てないっていうところと、はい、まあ、平がいないっていうところもあって、うん、結構いい言われながら成績は悪いね、はい、でもまあ数はいるから、うん、そのね希望の期待の、はい、だからそうやってくるとやっぱりピッチャーが、まあ、多めに出してもいいんちゃうかっていう、あとここ最近ドラフトもピッチャー結構多く取ってたからね、そうですね、うん、で続いてこちらです、はい、本田圭佑、おー31歳、はい、宮城県出身の、うん、まあ、使ってるけどね、うん、結構ね、はい、結構使ってるけどここら辺出していかないとね、そうですね、あの安定的に活躍できるけど、うん、そうそうそう、でもなんかピタリと常にいるわけじゃないんですよね、うんうん、でまあ今年松本がね、はい、リリーフになったりっていうところもあるけども、うん、まあ海野がもうちょっと頑張ってくれればね、うん、そう正直海野もあんだけどね、あ来たばっかり、来たばっかりじゃんっていうのがあるから、うん、もうここはやっぱりまだタイミング的に違うんちゃうかっていうね、うんうん、ところで一瞬松本説も考えたね、いや松本投手いっちゃういやめっちゃいいの取れるね、うん、もう取れますね、うん、だからそれぐらいしないと画期的に良くならないから、うん、まあ、でもそれだけポテンシャルなるいいピッチャーめちゃくちゃいるってことですよね、そう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 、うん、あとまあもう一人考えたのが、はい、平井勝則、平井投手33歳、まだ33歳、はい、俺もうちょっと言ってんのかと思ったら、もうベテラン感出てますね、うん、まだ33歳、うん、はい、で2軍ではね、うん、まあ、8試合リリーフで投げて 1.13、うん、だからワンチャンキューブでリリーフみたいな、はい、っていうところにはいいんちゃうか、まあ、そうですね、まあ、人がいるからね、ルセーブ、そう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 、だからそこら辺かな、うん、まあ、松本とかはないだろうけどね、もう何言っていいやだろうけども、うん、でもそれぐらい出していかないと、うん、いい野手取れないから、はい、そこまでしないと、うん、野手のこの改革なかなか進みませんよっていう、あ、まあ、松本投手欲しい球団は多分めちゃくちゃ手上げると、そう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 、だからもう先発もできるし、だからもうビッグね、もういい形の野手が取れるんだったら、うん、ワンチャン考える余地はある、まあね、リリーフも人いるし、うん、先発も枚数いるし、うん、っていうところで考えると、考える余地は、うん、でもまあないけど、まあ、本田どうですかっていう、うんうんうん、っていうところ、ね、やっぱそれぐらい出さないと、うん、いいの取れへんと思うんだよね、その、やっぱ今の西武だと、うん、絶対レギュラー取らないといけないから、はい、使ってみないと分かんないんじゃなくて、うん、絶対レギュラーっていうのを取らないといけないって考えると、はい、絶対的な選手出さなきゃいけないから、うん、まあ、ここら辺ぐらいは出さないと、でも何回も言うけど、うん、トレードとかは俺はすべきじゃないと思うね、今はね、うんうん、そんな、そういうんじゃないね、うん、今挙げた選手たちも含めて、うん、全部底上げして、うん、チーム改革をしていくことの方が大事だから、うん、だってもうとんでもないこと言ってたんよ、はい、この前、うん、
誰が？ネットニュースで見たんだけど、はい、交流戦ブレイクの4日間の間に、うん、そう党内連携だったり、うん、中継だったりエンドランとかバスターとかのなんか練習してて、うん、で渡辺佐野監督が、うん、キャンプで全然できてないのでちょっとえ嘘やろどういうことっていうキャンプでやってなかったってことですか？いや、わかんない、真意はわかんないうん、うん、やってたのにやってないって言ってたら問題あるじゃん。そうですね、うん、で本当にやってなかったらもう大問題じゃん、うん、いや、そりゃ勝てんでっていう。セーブ1週間遅れて入ったから。いや、そう、だから逆に言ったらそれもあるよね、うん、そのもしそれがやれてないんだったら、はい、じゃあなんでそんな5日間も遅らして入ったんやと、うん、まあ、確かにそれで本当にできなかったんだったらスケジュール、ね、その5日間に、はい、じゃあ逆に言ったらできたのにやらなかった全ての編成と全てのスケジュールミスちゃうんかと、うん、そのスケジュールミスになりますよね、うん、そういう意味ではね、うん、何やっとんやって話じゃん、うん、それが事実なんだったらね、うん、だからあの発言聞いた時に、うん、全部が、うん、じゃあ何やってんのみたいな。その確かにその発言をプラスに捉える要素はないんですよね。1ミリもないんだよ、うん、もうそれが事実なんだったら、はい、なんで5日も遅らして入ったんやと、うん、だからもう最初からなんでやらなかったんだなるし、はい、やっててやってないって言うんだったら、うん、そもそもやり方問題あったんちゃうんかみたいなね、うん、それ今までの現場の人たち、うんうん、でも監督だけ変わってコーチは変わってないわけじゃん、うん、ってなった時にえコーチは何やってたんやって話じゃん。そうですね、うん、いや全部がびっくり、うん、それは弱いよっていう。そうですね、うん、ということはもう来年からは2月1日からそうキャンプインしなきゃいけないちゃうかっていうね。もう早めに入るぐらいの勢いでね。だってできてなかったらねもうスケジュール問題できないんだったらね、うん、っていうのを感じた今日この頃、はい、だからもう底上げが大事。本当はもうとりあえずなんかで、ねうん、してる場合ちゃう、はい、まずはまあ、この企画的にね、うん、もう強いて言うんだったらだけども、はい、そう俺はする必要ないと思う、うん、正直。そうですね、そう出してまで誰かを取らなきゃいけないっていうのがないから、うん、で別に今の西武で、うん、チャンスないのは、うん、本人の頑張りが足りないからだから、はい、唯一今日挙げた中で、うん、浜谷ぐらいちゃう、うん、ちょっといい選手なのにチャンスないから、はい、使わないんだったら出してあげてもいいんちゃうかっていうね、うん、正直そのチームが強くなる弱くなるっていうよりも、うん、個人を対象として考えたときに、はい、浜谷は本当に隅田とか佐藤とか、うんね、畑とか他の選手チャンスいったりとか左ピッチャーも結構ね、うん、竹内もいる中でこのままいっても多分ほぼノーチャンスになるから、はい、せっかく今いいんだったら本人のためにもトレード出してあげて、うん、で今セーブが足りないところを取ってくるっていうところをするのは、はい、唯一本当浜谷はしてあげても俺はいいんちゃうかって浜谷のために思ってはいいんだけどね、うんはい、うん、です。ライオンズファンの皆さんどうですか？